チェック。直前すぎて細かいし。はい、どうも皆さんこんばんは、みのちゃんです。遊び遊び遊び、ステルスステルス。どうも皆さんこんばんは、ということでですね、本来ならば今日はですね、レコーディングをしようと思ってた日なんでございますけど、いろいろですね、ステルスすぎるんで、今日はもうステルスで遊んじゃうということですね。またエレクトーンでいろいろこうついている機能を使って遊ぼうというですね、今なんかこの。いい音だね。今日はですね、エレクトン縛り、でいきたいと思います。ステルスなんでいろいろ実験的で、音とかのバランスを、来るべきレコーディングがあるかもしれないので、その練習をすると、やっぱりこれエレクトンついてるのいいですね、これね。カメラの位置がね、今日は、USB が2個、それからフロントカメラ1個なんで、こういうアングルになります。これは練習ですよ、これはリハビリじゃなくて、レコーディング備えて。でもレコーディングはいつになるか分かんなくなっちゃった。でも少し少しやし。あれ、なんかメールが来た。メール切っとかないと。
お腹すいちゃったな。いろいろこのエレクトーンについてるいろいろ機能を今日は遊んでるんですけど、なんかねこうブラスバンドとかあるんですよね、こうなんかね。ベースがもうとてもいいです。ワルツもワルツ。これいいですね、こういうの。オーケストラワルツ3。
どいよ。今日ステルスですかね。この間も遊んでたんですけど、こういうのやばいね。ああ、走って。こんなこともできますね。8ビートポップ。あ、難しい。走って。なんだこれ。すごいアボイドの音。
ステルスで、ステルス。面白い、こういうの。ひょっとこどっこい。あんま面白い。いやら DX だ。いいね、DX の音ね。これ食えっかな、俺これで。エレクトーンで食えちゃうかな。なんかないですかね。なんだろう。2番いってみましょうか。2番。なんだろうこれ。あ、なんかこう昔の。No! あ、もう変なおっしゃった、変なおっしゃったよ。ああもうチキショー、チキショー今よかったのにね。この音いいよね。もう一回ちょっと悔しいな。
これがいけないの、これがいけないのか、ダメだ、わかんなくなった。いろいろな自動が入ってるかね。疲れた。あ、疲れた。足が疲れた。なんかロックっぽいのねえのかな、ロックっぽい、ロック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 だよ、ロック、君たちロックだ、ウルトラロックって出てきた。あんまりロック、
We'll be right back.
どうしよう、ちょっとキャンマってきちゃって止まらなくちゃって、やめた方がいいから、もう今日テストなんだけど、やばくないねえ、ダメ、やめられない。
あれみたいなのがあったっけな、ソプラノサックスみたいな。
ゲーム音楽の仕事をお待ちしております。ご連絡はこちらの これやったらいけるの？どうすか皆さん、来るか、来るよと来る得意なんだよ実は。ゲーム音楽家でもあるんだぜ。知らねえと思うけど、それでは一曲。違うじゃねえかよこれ。どうやってやるんだこれ。こうやって読んで一番。これできてないじゃんこれじゃない。
ありがとうございました。Once in a blue moon、エレクトーンでもできますっていうことですね、だいぶ練習いたしました、ね、いうことでございました、まあ、ちょっと延長しちゃいましたけどね、本当はもう終わらないんですけども、明日はまあ祭日ですからね、祭日ですので、早くね、もう頑張れ、ミッドマンハッタンってどこやったっけ、これこれできっかな、これ、はあ、どこやんの、これミッドマンハッタンってどこにあったっけ、これ上、これがこれ、これかな、これそう、これ本当、ちょっと一回練習しないと、これなんか出てる、これでこれ、これなんだっけ、これできるかな、難しい。
イエーイ ああ、疲れた いかがでございましたでしょうか。ミッドマンハンターね。これできんのかな、これ。これできんのかな、これ。これ多分できないと思う、これ。これできないよね。これできないよね。これもどうやってやるの、これ。これできないじゃん。これもこうやるのかな。これでやるのかな。これできないよ。できない できなかった これちょっと練習する できるかな。あれ、できるなんとかできるな。次のニコ生までにやります。ああ、こういうことをね、やれると本当に楽しいですけど、エレクトーンのレコーディングはですね、計画中でございまして、なんとですね、ニコ生でレコーディングするということは、この演奏を一発でやらなきゃいけないってことだよね。ダビングはねってことだもんな。どういうこと？そしたら、あ、あれ、そうだ、この間みんなでさ、この曲どうって言ったやつがあったよね。これだっけ。でファン、あの、あれちょっとごめんなさい。
できないことないね。こうやってやればいいんだ。あ、疲れる、これ。こんな感じの曲を、やってみようかなという感じがします。それから、なんだっけ、UMS やんなきゃいけないんだっけ。テンポもちょっと。という UMS2015 がこんな感じで、どうでしょうか。UMS の ということで、さあいよいよメドレーチケット、もう1時間半ぐらい俺弾いてるんですけど、
これでさ、少し万歩計増えたかな。あ、また忘れちゃったよ俺。万歩計は左につけるんだよ。右じゃねえかよ、またやっちゃったよもう。皆さん、というわけでステルスの実験放送はいかがでしたでしょうか。13日には、若狭鉄道の、音楽を作ろうという企画を考えております。それとまあちょっと軽くいきますかね。引き捨てをちょっと飲みに来たの、ちょっと今日飲みに来た、昨日休館日だから。初めてご覧の方もいらっしゃると思うんですが、あ、そうか、これやるの忘れてた。アンケート、ご覧の皆さんは、あれ出てこない、開けない、お腹空いたの、皆さんは、今日キーボードがないからね、ちょっとやりにくいね。あれ、何、タッチスクリーンだから。はい、はい、いきます。ご覧の皆さん、アンケートを取材する、はい。おお、おお、こういうことあるの？しばらく貼っといて、ここに。今日ステルスだからね。あ、でもすごくステルスの割には人が来てる。すいません、ステルスなんでいい加減な放送で。うん、嬉しいな、俺嬉しいわ。じゃあ次は、いろいろまた、ただちょっと今日は私の3回目作戦でお送りしてまして、今日はですね、だいぶ疲れちゃいましたので、この辺で終わりたいと思います。それじゃあ最後にですね、やっぱりこの私の顔をちゃんと見ながら終わりたいと思いますけど、それでは皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。それではですね、それでもこのまま終わっちゃうと多分まずいと思うので、最後はこの一番きつい曲を皆さんに演奏して終わりたいと思います。お聴きください。
ありがとうございました。呼び込んだやつは001を呼び込んでしまいました。これは間違いですよね。これ全然ダメですね、この音は。うちのスタッフが変な音を作ったかもしれませんけども、本当は000のがディレイが効いてたんだけど、今聞いて死んでたわ。失礼いたしました。今そういうことでございましてですね、ということで、ちょっとそれは弁解でございますけど、次の13日にまたニコ生をやる予定です。7時からだと思いますね。それではまた13日金曜日の7時からお会いいたしましょう。今日はありがとうございました。さようなら。バイバイ。